平成30年8月24日、スイーツなどを味わいながら列車の旅を楽しむ JR 九州のスイーツ列車、ある列車が、今年初めて大分から阿蘇駅にやってきました。乗客26人を乗せたスイーツ列車、ある列車は、午後1時半過ぎ、地元熊本 YMCA 黒川保育園児や観光関係者らが小旗を振って歓迎する中、阿蘇駅に到着しました。JR 九州のある列車は、日頃は九大線の日田駅と大分駅間でスイーツ観光列車として運行していますが、大分阿蘇間の阿蘇コースは、熊本観光キャンペーンの一環として阿蘇観光の活性化につなげようと運行されたものです。ある列車は定員36名の2両編成で、車両の外観は金と黒の唐草模様で、車内は七つ星in九州でも用いられている格天井が取り入れられるなど、豪華な列車に仕上げられています。この日の乗客には、豊肥線沿線を中心に収穫された食材を使った弁当やスイーツ、ワインなどが振る舞われ、乗客は景色を眺めながら食事をして、およそ2時間の列車の旅を楽しみました。よかったです。初めてだったんですけど。食事は美味しかったです。美味しかったです。また乗りたいです。乗りたいと思います。阿蘇ボーイもいいなって思うんだけど。ある列車は乗客24人を乗せて午後2時半に大分に向けて阿蘇駅を出発しましたが、9月21日にも1往復運行されることになっています。